皆さんこんにちは。大人の簡単ビューティーレッスンのみゆきです。今回は糖質を摂取すると体やお肌にどのようなことが起こるのか、いろいろな角度からご紹介していきたいと思っています。今回は血糖値について。血液内のブドウ糖の濃度、食前食後で変動します。低すぎると低血糖、高すぎると高血糖を引き起こします。血糖値は血液中に含まれるブドウ糖、グルコースの濃度のことです。食事中の炭水化物などが消化吸収され、ブドウ糖となり血液に入ります。このため、血糖値は健康な人でも食前と食後で変化します。通常であれば、食前の値は約70から 100mg パーデシリットルの範囲です。血糖の濃度が上昇すると、膵臓から分泌されるインスリンというホルモンの働きにより、ブドウ糖が体の細胞に取り込まれ、エネルギー源として利用されます。余分なブドウ糖はグリコーゲンへ変換され、血糖値を下げます。グリコーゲンは肝臓や筋肉に蓄えられます。一方、空腹になると血糖値が下がります。そうすると、同じく膵臓から分泌されるホルモン、グルカゴンなどの働きにより、肝臓などに貯蔵されたグリコーゲンをブドウ糖に分解させ、エネルギーとして使い、血糖値を正常に戻します。血糖値が必要以上に低くなることを低血糖と呼び、血糖値が下がった際の血糖を上げようとする交感神経刺激ホルモンの作用で、震えや動悸の症状が起こり、脳へのエネルギー不足から意識低下や昏睡に至る場合があります。一方、血糖値が高いまま下がらない状態が続くことを高血糖と呼びます。この状態が長く続くと、血管が傷ついて動脈硬化を引き起こし、糖尿病など様々な病気を発症する危険が高まります。糖尿病とは、インスリン分泌の不足か分泌されても十分に働かないため、血糖値が慢性的に高くなる病気です。続きまして、多すぎる血糖が血流を悪くする。過剰な血糖は酸化反応により、血管壁のコラーゲンなど様々なタンパク質に付着し、血管の内臓の壁にへばりついて血液の流れを邪魔します。濃度の高い砂糖水がネバネバするように、血液のブドウ糖の濃度が高くなるとネバネバと血管の内壁にくっつきます。血糖値が高くなりすぎて 180mg パーデシリットルを超えると、体内に AGE が作られ、この AGE が血管の内側の壁にへばりつくと動脈硬化の元となります。前回糖化のお話の時にもお伝えしたんですけれども、体内やお肌を糖化させる原因として、糖質を摂取して体内のタンパク質と結びついて体温で温められて糖化をする、それともう一つ AGE が高い食品、または高くなる調理法で作られた食事を摂取する、ここでも血糖値が高くなることで AGE が作られてくる、また糖化につながってきてしまいます。私は医者ではないので、血管の中を見たり、血管の中を触ったり、どういう状態になっているか調べたりすることはできないんですけれど、確かにイメージとして砂糖水って乾いてきたりすると、こう若干こうベタベタっとするような感覚あると思うんですけど、同じように例えば清涼飲料水などで美味しいジュースをたくさん飲んだ後、じゃあ血管の中はどうなっているかというと、そのね、砂糖水が体の中に入っているような状態なので、血管や血液の中があまり状態が良くないのではないかなと思います。高血糖、高インスリン状態。高い血糖値と高いインスリン濃度は共に発がんのリスクを高める。この発がんというのは生活習慣病型のがんのことです。高い血糖値と高いインスリン濃度は共に全身の血管を傷つけ、動脈硬化のリスクとなります。高いインスリン濃度は体内に代謝の嵐を起こします。高血糖、高インスリン状態は様々な生活習慣病を起こしやすくしてしまいます。次に、食後1時間の血糖値の上がり方で糖化リスクがわかる。一般の健康診断で広く行われているのは空腹時血糖値の測定ですが、食後の血糖値が大事です。糖尿病になる人は病気が発症する5年くらい前から食後血糖値が上昇し始めます。この早期の予兆は空腹時血糖値だけでは見つけることができません。糖尿病の発症リスクを早期に発見するには、食後の血糖値をチェックしなければなりません。食後血糖値が上がり、体に一番 AGE ができやすいのは食後1時間後です。食後1時間後の血糖値が150を超えていたらちょっとリスキー、200を超えていたらかなりまずいよというサインになります。糖尿病が自分の体でどのように進んでいるのかというのは、糖尿病が進行している間は自覚症状がないため、ほとんどわからないと思います。
糖尿病ではない全く正常な体の方の血糖値は食事をしてもそんなに急激に上がったりせず、ある一定の値まで上がっても緩やかに下がっていきます。しかし健康な体とあなたは糖尿病ですよって言われた体ありますよね。その間に境界領域というものがあります。もともと健康な体だったものが、徐々に進行してゆくゆく糖尿病予備軍だったり糖尿病になってしまうんですけれども、健康な体の方と境界領域の方の空腹時の血糖値というのは数値がそんなに差がないため、血液検査を見た時に健康体に感じます。健康な体の方が通常の食事をするともちろん血糖値は上がるんですけれども、上がりすぎることがないためそのまままた緩やかに下がります。しかしここで違ってくるのが、境界領域に入っている方、空腹時の血糖値はいい状態なので、あ、全然大丈夫だ、安心だねと思うんですけれども、境界領域の方は食後の血糖値が知らず知らずのうちにものすごく高い値にいている場合があります。上がった血糖値が下がって、そしてまた食事をするたびにギュッと上がって、そういったことが繰り返されて、結果的に空腹時血糖値の値は良く、食後の血糖値が高く、それを全然自覚していない間に食後の血糖も空腹時の血糖も高い状態のまま続いてしまって、気がつくと糖尿病の方に移行していた、そういった場合もあると思います。